後藤君。自由民主党の後藤茂之でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。まずはじめに日本経済の現況についてお伺いします。この5年にわたってアベノミクスを推進してきたことによりまして、もはやデフレではないという状況を作り出すことができました。そこで改めて日本経済の現状、アベノミクス5年間の成果について総理にお伺いします。安倍内閣総理大臣。アベノミクスにより政権交代後極めて短い期間でデフレではないという状況を作り出す中で、名目 GDP は 11.4% 成長し、56兆円増加し、過去最高となったわけです。特に国民生活にとって最も大切な雇用は大きく改善しております。大切なことは働きたい人が働く場がしっかりあることであろうとこう思うわけでありまして、政権交代前に1倍を下回っていた有効求人倍率は足元で 1.59 倍、これは43年と11ヶ月ぶりの高い水準であり、また史上初めて47、すべての都道府県で1倍を超えました。これは高度成長時代にも、バブル期にもこんなことは起こっていなかったので、あります。経済の好循環が回り始めていると思いますし、正社員の有効求人倍率は、調査開始以来初めて1倍を超えた足元で 1.07 倍と、これ過去最高になりました。そして嬉しかったことは、昨年4月に高校や大学を卒業した若い皆さんの就職率が過去最高となったことでありまして、若い皆さんが自らの努力でしっかりと未来をつかみ取ることができる社会を達成してきたとこう思います。賃金についても、賃上げは中小企業を含め今世紀に入って最も高い水準の賃上げが4年連続で実現し、多くの企業で4年連続のベースアップを実施しています。政権ができたときにですね、賃上げを、異例ではありますが要請し、ベースアップをお願いしたい。で、最初1社2社がですね、すぐに応じてくれたんですね。で、その1社2社が応じてくれたという話をしたらですね、国会においてたった1社じゃないかという批判があった。でもそういう批判をしていたんではですね、結局これは前に進んでいかないわけであります。そして今やです、多くの企業がベースアップに取り組んでいるということでありまして、パートで働く方々の時給は統計開始以来過去最高の水準となっており、最近では 2% 以上の増加となっています。正規の方、非正規の方それぞれで所得環境に改善が見られ、2014年春以降、増加傾向にあります。5年間、後藤委員とともにですね、経済を最優先で取り組んできた成果が当ててきて、さらにですね、我々の政策を加速をさせ、もう東部の方々に実感をしていただけるような経済を作っていきたいと、このように考えております。後藤君。このような成果を生み出したのは、アベノミクスがこの5年間で大きく進化してきた、そのことが重要だったのだと私は思います。それで少し振り返らせていただきますが、最初のステージで取り組んだのは3本の矢です。この3本の矢に円安株高という形でマーケットが大きく反応し、大手の輸出関連産業を中心に企業の利益が大きく押し上げられました。しかしながら、それがそのまま賃金の上昇、消費の喚起、企業の投資の拡大につながりませんでした。このような経済成長の愛路としては、少子高齢化という構造的な問題が横たわっています。少子高齢化の進行が将来に対する不安、悲観へとつながっているのです。また長い間続いたデフレマインドを払拭することが難しい状況でありました。いわゆるトリクルダウンの政策だけでは十分な対応が図れないということだったと私は思います。そこでアベノミクス第2ステージは、新三本の矢を放ち、一億総活躍社会の実現を目指すことといたしました。生まれ始めた好循環を一時的なものに終わらせることなく、その成果を子育て支援、社会保障の
基盤強化に分配することによって培った安心が消費や投資を変え支える、さらなる成長や分配につなげる内需主導による成長と分配の好循環を構築することを目指したのだと私は思っています。供給サイドの政策として同時に働き方改革とイノベーションにいわば車の両輪として取り組んでいます。他方ここに来て需給ギャップが足元プラスになりました。こうした中で人生100年時代を迎え国難とも言うべき少子高齢化という壁に正面から取り組み、そして潜在成長率を引き上げることに挑戦することになりました。人生100年時代の新しい経済社会システムに向けた新たなステージとも言うべき構造改革に現在は挑戦していると私はそのように思っています。このように国民生活に寄り添い党内外からのさまざまな意見に耳を傾けてアベノミクスを大胆に進化させてきた安倍総理の姿勢は大いに評価すべきであると考えております。もちろん今後とも一つ一つの政策目標についてしっかりとした成果を出していく必要があることはこれは当然のことでありますけれども、安倍政権の大胆な改革や挑戦の姿勢なくして少子高齢化やイノベーションによって大きく変わろうとする世界の社会構造の変化に対応し乗り越えていくことはできないものと考えております。これはもう私がアベノミクスを改正させていただきまして、そして総理の姿勢を大いに私はこれからも応援していきたいと思っています。冒頭申し上げたように先ほど総理もおっしゃいました、もはやデフレではないという状況まで来ています。デフレ脱却は目前です。デフレ脱却を実現するためには力強い賃上げが必要であります。賃上げこそが成長と分配の好循環の第一歩になると思います。安倍内閣は企業収益の拡大を速やかに賃上げや雇用拡大につなげるため政労使3社が一致協力する体制を作りました。すでに今年の春闘も始まっています。デフレ脱却に向けて、また力強い賃上げに向けて総理のメッセージをお願い申し上げます。安倍内閣総理大臣。これはですね、今後藤委員が言われたことは極めて重要なことでありまして、なぜ賃上げが必要かということでもあります。我々の政策によってですね、まさに経済は成長していますが、しかし、企業が過去最高の収益を上げる中においてなかなか賃上げが進んでいかない、しかしその中でそうは言っても4年連続ですね、この世紀に入って最も高い水準の賃上げが続くことによってですね、賃金が、これ、上がっていくなという中でやっとですね、消費に、いい影響が出てきた、消費が主導する、経済成長が始まり始めたと、こう考えています。しかしそれをですね、継続していく、経済の好循環をしっかりと回していく上において、それが実現しなければデフレから脱却をしないわけでありまして、この好機を逃さず、流れをさらに力強いものとしていかなければなりません。もちろんその中においてさらに、今年の4月に 3% しっかりと上がっていくことが大切でありますが、同時に、世界で帯同する、生産性革命をリードして2020年までを集中投資期間と位置づけ、賃金上昇、景気回復の波を、全国つつ裏裏へと広げていくことが大切であります。繰り返しになりますが、今年の春季労使交渉において 3% 以上の賃上げが実現する、これはまさに社会的な要請であるということをメッセージとして出すことということはですね、極めて有意義だろうと、こう考えております。引き続き大胆な税制予算制改革、あらゆる施策を総動員することによって賃金アップの勢いを力強いものとして、デフレ脱却を確実なものとしてまいりたいと、このように考えております。後藤君。ところでアベノミクスの進化によりまして、景気回復が続く中で
持てる者と持たざる者との格差が広がっているのではないかという議論があります。総理も格差の固定化は決してあってはならない、貧困の連鎖を断ち切らなければならないというふうに述べておられます。ところで本当に格差は広がっているのでしょうか。政府として格差が広がっているという懸念を払拭するためにどのように取り組んでいくのか総理に伺います。安倍内閣総理大臣。この、かつてこれは池田隼人政権時代、高度経済成長を進めるときにも、この成長が先かあるいは分配が先かというですね、これ論争があったんですね。我々の政権においてはこの論争に終止符を打ちですね、成長と分配の好循環を回していくということをですね、政策の中心に据えたわけであります。安倍内閣が進めている政策は成長と分配の好循環を作り上げるというものでありまして、成長し富を生み出し、それが国民に広く均転される、多くの人たちが成長を享受できる社会を実現をしていくわけでありまして、格差が固定化しない、同時に許容しえない格差が生じない社会を構築していくことは重要な課題であるとこう考えています。安倍政権発足後のですね、格差を示す指標の動きを見ますと、所得再分配後の Gini 定数は、近年の雇用所得環境の改善や社会保障、税による所得再分配が機能した結果、おおむね横ばいで推移をしています。また、長期的に上昇傾向にあった相対的貧困率についても、政権交代後雇用が大きく増加するなど、経済が好転する中において低下に転じました。特に子どもの貧困率はですね、これはずっとですね、安倍政権の時にとではない時の指標を使われましてですね、これ格差拡大してるじゃないかとこう言われたわけでありますが、安倍政権になって初めて公表された総務省の全国実態調査によれば、15年前の 9.2 から、10年前には 9.7、 5年前には 9.9 と、これずっと上がってきたものがですね、7.9 と、2ポイントの改善、これは集計開始以来初めて低下したわけであります。その後の、この数字を発表したときもですね、これ厚労省の数字見なきゃわからないじゃないかとこう言われたんですが、厚労省の数字においても初めて改善が見られているわけであります。このように安倍政権発足後において格差が広がったということは、ということはないというふうに認識しており、こうした動きが持続できるようにしていくことが重要であろうとこう考えているところでございます。今後ですね、こうした中において予算においてもですね、格差貧困の連鎖を断ち切るために来年度予算においては一人親家庭に対する児童扶養手当について50万を超える世帯で支給額を増やします。また生活保護世帯の子どもについて大学等への進学準備の一時金として自宅から通学の方は10万円、そして自宅外から通学の方は30万円の給付を創設します。そしてまた自宅から大学等に通学する場合に行っていた住宅扶助費の減額、これを取りやめることなど取り組みを強化しております。後藤君。私たちが目指すのは国民一人一人がもっと自由に働きたい、温かい家庭を持ちたい、子を産み健やかに育てたい、そういう希望を実現できる格差の固定化しない経済社会であるというふうに思います。次に生産性革命と、そうですね、その前に先に中小企業の話をやりたいと思います。これまで議論してきたように、この5年間のアベノミクスの進化により日本全体としては大手企業や大都市を中心に経済の回復が大きく進展してきています。雇用情勢は大きく好転し、最近では地方でも人手不足だという声が強く聞かれるようになりました。ただし地方では成長と分配の好循環を未だ十分に実感できていません。むしろ人手不足に伴う賃金の上昇によるコストアップに直面をしています。地域経済においても経済と成長の分配の好循環を実感できるようにするために
中小企業の生産性向上が第一の柱として生産性革命においても位置づけられています。中小企業の業況は回復傾向にありますけれども、労働生産性が伸び悩んでおり、大企業との格差は広がりつつあります。今後少子高齢化、人手不足、働き方改革への対応と厳しい事業環境を乗り換えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へ一新させ、労働生産性の向上を図る必要があります。中小企業の設備投資を促進する観点から、固定資産税について臨時異例の大胆な特例を設けることとしていますが、どのような措置か総務大臣に伺います。総務大臣、野田聖子君。お答えいたします。生産性革命の実現は大胆な税制、予算等あらゆる施策を総動員すべき政府の大きな政策課題です。また今でもなく地域経済の活性化は市町村にとって大変重要な課題です。そのため今お話しございました固定資産税の特例措置を講じるにあたっては、現場の強みや課題等を最も身近に把握している市町村が地域の事業者と一体となって主体的に取り組めるような仕組みとし、市町村が創意工夫を競うような状況を作ることが大切であります。こうした点を踏まえて党税庁での議論を経て、生産性革命集中投資期間中における臨時異例の措置として3年間の時限的な特例措置を創設することとされました。具体的には生産性向上特別措置を、これはまだ仮ですがの規定に基づいて、市町村が主体的に作成した計画に適合し、かつ労働生産性を年平均 3% 以上向上させるものとして認定を受けた中小企業者の計画に記載された一定の機械装置等について、固定資産税を最初の3年間ゼロ以上2分の1以下の範囲内において、市町村の条例で定める特例率で減免することとしています。なお特例率については参照基準を定めず、市町村の主体性をより尊重する仕組みといたしました。生産性革命集中投資期間中、市町村や事業者が今回の仕組みを有効に活用することによって、生産性向上する設備投資が促進され、地域経済が活性することを期待しているところです。後藤君。一言で言えば、中小企業の焼却資産を固定資産税ゼロから2分の1に市町村が決められるということです。ぜひ全国の市町村にもご理解をいただいて、貴重な地方財源でありますけれども、積極的な活用を図っていただいて、設備投資につなげていきたいと思います。それから雇用者の7割が中小企業で働いています。この中小企業で働く人たちの賃金を引き上げていく、人手不足が厳しくなる中で賃上げを頑張る中小企業を応援する必要があります。こうした中小企業の賃上げを支援するために、どのような税制上の措置を講じようとしているか、財務大臣に伺います。財務大臣麻生太郎君。中小企業は定義は資本金1億円以下、全国に約261万あるかないかぐらいのところだと思いますが、そこに働いておられる従業員約3360万人いらっしゃるというのを前提にしておりますけれども、この地方を抱えるという意味においては、雇用というものはその地域においては極めて重要な要素でして、地域に雇用がないから東京に出てくるということにもつながってくると思っておりますので、その中小企業が持続的に賃金が引き上げていけるかどうかという環境を作り出すということは、これは極めて重要なことなんだと思っております。したがいまして、今般の所得拡大促進税制の中におきまして、これまで給与支給額は、平成24年度に比べて一定以上の割合という要件だったんですけど、それを変えて前年に比べて、前の年に比べて 1.5% 以上の賃金を引き上げた中小企業がこの税制が受けられるように改正をさせていただいております。さらに前年度から 2.5% 以上というような賃金引き上げというのをしていただいたところに限りというか、加えてリカレント教育等といろいろな人材投資等としっかり取り組んでいただいた中小企業に対しましては、
大企業に比べて高いいわゆる税額控除率を設定することで、大企業は 5%、 こちら 10% にさせていただいたと思いますが、強力な支援をすることといたしております。でこれを契機に中小企業の賃上げ等々が一層進んで、経済の好循環をに寄与することを期待しておりますので、こういった制度を説明しても、って言われて全然ご存知じゃない方がいらっしゃいます。今日質問していただきましたけど、これテレビ見ていただいている中小企業の経営者にもこれが伝わるというのは私ども大いに期待するところです。ありがとうございました。委員長。後藤君。1.5% 給料を上げると前年に比べて 15% 税額控除です。この 1.5% っていうのは中小企業の定期昇給の平均が全国で 1.5% 台ですから、ちょっと頑張ってボーナスとかあるいは、ベアを上げていただくとなんとかなる数字であることなんで、ぜひ今財務大臣おっしゃったように使っていただきたいというふうに思っています。それから前年度からの対比ですから、今年頑張る中小企業あるいは賃上げ引き上げを人手不足にで追い込まれている企業も、これは今年上げれば適用になりますので、ぜひご利用いただきたい、そのように考えています。それから2025年までに70歳を超える中小企業の経営者は今245万人います。そのうち約半分の127万人の後継者が未定なんです。これは日本企業全体の 30% にも当たります。なんとかしてこうした企業を廃業に追い込ませずに事業承継を進める必要があります。しかしこれまでの事業承継税制、使い出が悪かったという指摘もありました。こうした中、今回事業承継税制には抜本的な拡充、まあ一言で言えば清水の舞台から飛び降りるほどの事業承継税制の拡充を行っていると思います。財務大臣どうぞよろしくお願い申し上げます。麻生財務大臣。高齢化が進んでおりますのは確かでして、商工会所の調べでもこのままいくと125万社が10年以内に倒産というような話をさせていただいておりますので、私どもとしてはこの事業を承継できるような形にしないと、これは同時に失業にもつながりますし、 GDP の低下にもつながりますし、いろんなことで全部関係いたしますので、私どもとしてはこの事業承継税制というのは今おっしゃるようにこれは抜本的に改革者で今までもあるんですけれども、なかなか利用がしづらいとかあまり効果がないとかいうようなことになっておりましたので、私どもはこの事業承継時の贈与税、相続税等々の支払い負担をゼロということで、雇用確保要件を弾力化させていただいております。また複数名からの承継するという例もありますので、最大3名からの後継者に対する承継にも対象を拡大をさせていただいて、経営環境の変化に対応した減免制度というものを創設させていただいております。そして将来の税負担に対する不安というものもあろうとは思いますね。それに対応する等の特例処置も講ずることとしておりますので、こういった拡充に加えて後継者による新しい、挑戦というかチャレンジを応援する補助金等々、切れ目のない支援を実施することで、いわゆる急激に進んでいこうと思われます、いわゆる団塊の世代の後期高齢者に入っていかれますので、そういった世代を対象にした中小もしくは零細規模事業の次の世代へしっかり引き渡していけるような体制というものを考えさせていただいたというところで、清水の舞台から、主税局としては確かにそういった気持ちでやったと思います。後藤君。次に生産性革命と並ぶ安倍内閣のもう一つの柱が人づくり革命であります。その中で重要な柱の一つが幼児教育の無償化といえます。無償化をめぐっては無償化よりも先に待機児童を解消すべきとの声もあります。もちろん待機児童対策は喫緊の課題であり、スピード感を持って取り組まなければならないことは当然のことです。今回子育て安心プランを2年間前倒しすることとされましたが、今般の補正予算においても保育所の整備に関する予算が盛り込まれています。その内容を含め今後の待機児童解消に向けた
取り組みについて総理に伺います。安倍総理大臣。我々待機児童の解消は待ったなしの課題であり、最優先で取り組んでいます。前政権の 2.5 倍のスピードで我々は保育の受け皿を作っているところでありますが、新しい経済政策パッケージのもと幼児教育の無償化は2019年度から段階的に進めていくのに対して、子育て安心プランに掲げた32万人分の保育の受け皿整備は今年度から早急に実施をしてまいります。具体的には今年度はすでに約6万人分を前倒しで確保できる見込みであります。さらに今般の補正予算と平成30年度予算案において合計で 11.5 万人分の受け皿整備を進めます。こうした取り組みを通じて2020年度末までに32万人分の保育の受け皿確保を目指します。待機児童の解消にあたっては保育の主体、実施主体である市町村が待機児童の状況や潜在ニーズを踏まえながら保育の受け皿整備を行うことが重要であり、引き続き取り組みを加速してまいりたいと考えています。委員長。後藤茂樹君。子育て安心プランの前倒しによりまして2020年度には待機児童を解消、一方で幼児教育の無償化については2019年度から一部スタート、そして2020年度から完全実施ということで、待機児童対策が後回しにされているのではなくて、この2つの政策を同時並行して進め、子育て世帯を応援していくという方針であるということが確認できたというふうに思います。また、今般の政府の方針では、3歳から5歳児については広く無償化するとともに、0歳から2歳児については、当面低所得者に限って無償化するとされています。現場の声を聞くと0歳から2歳児こそ支援のニーズは高いのではないかという声もよく聞きます。一方で保育所や幼稚園などの利用率を見ると3歳から5歳児の9割以上がこうした認可施設を利用しているのに対して0歳から2歳児の利用率は4割弱となっています。これは0歳から2歳児についてできる限り自ら家庭で子育てをしたいという方が一定程度おられる、その表れかと思います。そこで今般の無償化にあたり3歳から5歳児は全面的に無償化するのに対し0歳から2歳児については低所得者に限るとした理由を総理に伺いたいと思います。安倍内閣総理大臣。今回の幼児教育の無償化はですね、基本的に3歳から5歳児を対象としています。これはなぜかということでありますが、すでにその9割以上が認可施設を利用できていることから無償化をしてもですね、いわば利用できていない待機児童への影響は極めて少ないとこう判断をしました。0歳から2歳児については待機児童の問題があることからその解消に最優先で取り組むこととし、無償化については住民税非課税世帯に限定することとしたところであります。後藤君。委員長。0歳から2歳児については特に親御さんが強い思いを持っておられると思います。育休を取るのか保育所に預けるのか、あるいは家庭の中でスキンシップを大切にして自分の手で育てるのか、それぞれのお考えもあるだろうと思います。国の制度としてはこうした多様な選択に対応できるようにしていく必要があると思います。こうした幼児教育の無償化について大きな議論になったのが認可外保育施設や幼稚園の預かり保育などの取り扱いです。自民党内においても活発な議論が行われました。認可外保育も含めて無償化を進めるべきということで党も提言をまとめました。政府はこうした認可外の無償化の取り扱いについて今後どのように検討されていくのか、茂木大臣に伺います。茂木経済政策担当大臣。幼稚園、保育所、そして認定こども園以外のですね、無償化措置の対象範囲、対象等につきましては、昨年末に与党の方からいただきました、提言も踏まえまして、
専門家の声も反映する、検討の場として、幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する、検討会をですね、私自身も出席いたしまして、1月の23日に、立ち上げたところであります。現場や関係者の声に、丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性や、公平性といった観点からしっかりと、検討しですね、ご指摘いただきました、幼稚園の預かり保育の取り扱いも含め、夏までに結論を出していきたいと考えております。後藤君。認可外のサービスについては、その利用形態や提供方法などが千差万別であります。例えば認可保育所を断られたために、毎日やむを得ず認可外保育施設を利用されている方もいれば、ちょっとした使用の利用のために一時的に預かってほしいという場合もあります。また十分なスペースが確保されていなかったり、保育士がいなかったりと、劣悪な環境で保育が行われているケースもあります。しっかりとした質を確保することも重要な課題となります。昨年末、岸田政調会長や小泉進次郎議員などとともに、都内大久保にある ABC 保育園を視察いたしました。この保育園は社会福祉法人が運営する認可保育所で、認可外の無償化とは別の議論にはなりますが、多様な保育ニーズの一例としてご紹介をしたいと思います。この保育園は都内で唯一24時間の保育を行っています。昼の認可保育園が3万箇所もある中で、こうした夜間の保育を行っている保育所は全国に80箇所しかありません。実際に見せていただいて、職員の皆さんが園児と向かい合い、一生懸命保育をされている姿に感銘を受けるとともに、夜間加算も少ない中で夜間に保育を行うことのご苦労を実感いたしました。現在は日本社会は24時間動いていて、夜間に子どもを預けるニーズはマスコミ、病院関係、役所など幅広い方たちにあることも園児の様子を見てよく分かりました。一方で、片野救命園長が24時間働き続けている社会がいいのかという社会の在り方の問題はあるとしても、実際に親が深夜働くことで置き去りにされている子どもが一人でもいるならば、自分はその面倒を見たいと語っておられることに心を打たれました。この保育所の取り組みは、夜間もやってる保育園というタイトルで映画化もされておりまして、去る29日に自民党でも上映会を開催いたしました。このように保育のニーズは非常に多様化しています。無償化の取り扱いの検討にあたっては、無認可が認可に移行できるような質の向上に対する支援など、幅広い観点から制度を考えていくことが重要になるというふうにも考えますし、どうぞ検討にあたっては多様な実態について丁寧にヒアリングを行い、十分に実態を把握しながら検討を進めてほしいと思います。働き方問題は今後また議論をさせていただきたいと思います。これで私の質問を終わらせていただきます。